おはようございます。元幸チャンネルレジスタのランです。今日のねおはようございますの時間は2時41分ですね。まあいいんです、これぐらいの時間ね。今日はねおはようございますの時間をね、今日はね今から、車検ですね。車検に行っていきます。言ってもね、今日あのねちゃんと予定帳に書いてなかったんで、今日持って行って預けて帰るんで、車検は明日だったかな、ちょっとね覚えてないよね。予定表に25日でも OK って書いてあったから、24日に持って行きますよって話になってたんかもしれない。その辺がねはっきりしてないんだけど、とりあえず今日の、3時にね持っていくいう日程で予定に入ってたから、今日一応持っていくことにします。別にね今日じゃなかったらね、別に今日ねプラプラあちこちお出かけしてもよかったんですけれども、まあとりあえずね分かんないんで、まあ持っていくだけ持っていきますと、まあですよ言われたら、そっからまたねプラーっとどっかに出かけてもいいかなとか思うような感じではありますので、とりあえずね、ディーラーの方にね向かっています。結構ね今神谷町交差点をね通ろうとしてるんでね、張り込んでんじゃないかなと思いながらね、この辺で左に入っとかんと、あそこってなんちゃってやんねんあれ。左に入れなくなるんだな。おお、ヒロギンのビルもできましたね。5月6日にオープンですね。おお、飛行機、飛行機じゃない飛行機も飛んでますね。飛行機雲がね、もう今日ねほんとめちゃくちゃね天気もいいしね、あったかいよ本当に、もうめっちゃあったかい。予備でね1枚持ってこようかななんか思っとったんだけど、いらん、いりませんね。もうどっちかちょっと暑いぐらい。今日はねさっきねえらいバタバタしててね、本当はねこの時間じゃない時間にね出るはずだったんですけどね、ちょっとバタついておりまして、この時間になってしまいました。ここもね神谷町交差点から、まあ、正面にねお城があるんだけど、お城のとこまでつうかね、この辺がちょっとごっちゃつくところなんですね。まああんまりねその何かな、混み合う時間帯には基本的にはもうここは通らないんで、なるべくね避けて通りたい、ところではあるんですけれどもね。もうね車検ね34,346キロですね今がね。だからまあ34,000キロ、まあ3年間でまあ34,000キロ、まあちょっとね足りんかな36,000キロは行っとかないといけんのにね今年になってガクッとね走行距離がね落ちましたのでね、1月2月、まあ今3月ですけど、まあ一回ね岡山行こうと思ってね途中で通行止めで帰ってきたぐらいがありますけど、本当ね1月2月3月まあお天気のこともあるし、まあねいろいろこうなんかねこう気持ち的にもねちょっとねなかなかこうパッと行こうとかいう気にもねなりにくかったものですから、距離がね伸びてないし、だから本当ねなんかキャンプのお出かけもできてないからね。まあ、昨日今日ぐらいでね、本当キャン、あ、まあ、昨日今日はね、あれ、意見か、だけど、まあ、本当は休みの時もお天気がね、いい日も多かったですから、本当はね、キャンプもね、行けれてるはずなんですけどもね。まあ、しょうがないね。でね、またね、この車検がね、この3月の末、ちょっと4月にかけての車検なんで、ここね、一番ね、走りたいじゃないですか。季節も良くなって、ね、桜もね、もう本当近所の公園とかもね、結構咲いておりますしね、まあ満開まではいかないですけど、
桜もまあ咲き始めのね、とてもね、いい頃に車検ですね。だいたい1週間ぐらい、1週間10日ぐらいはかかると思うので、その時期に車検ってのはね、ちょっとね、やだな。車検ってちょっと早めに受けれるんですよね、1ヶ月か。ちょっとその前ぐらい。だったらそのね、2月とかに受けれるものであればね、2ヶ月前はないかな。あるかな。まあ本当に2ヶ月前とかにやってくれるのであればね、もう早めにね、お願いした方がね、いいかなと思いました。うん、今回特にね。この前のバイクの時はそうは思わなかったんですけどね、この今回はね、特にね、なんかちょうどいい頃ないっていうのはなんか嫌じゃないって思いながら、多分ね、台車もね、出ないですからね。だからまあ台車はね、別にあってもなかったって感じなんですけど、まあありゃあったでいいけど、まあ普段ね、通勤に使ってるわけじゃないからね、別になくてもね、それはまあ構わないんですけどね。それでね、いいんですけど、まあとりあえずね、この3月の何今日24日かな、になりますけれどもね、あの車検をね受けていきたいと思います。まあね、不具合いう不具合もねないですからね、何がどうってわけでもないし、途中壊れた、まあね、3年になりますけど、途中壊れたとか、まあ、いうのもないですね。だからよくね、ハーレとかね、壊れやすいでしょとか言って、前はね、言われてましたけど、壊れないですね。まあ、普通のバイクです。本当にね。まあ、昔々の、大昔の話ですよね。その、振動がすごすぎて、いろんなもんが落ちたとか。そういう話を、マフラーが落ちたとか、まあ、これがどこまで信憑性があるもなんか僕もね、わからないんですけれどもね、まあそういうね、話もあったりはするんでしょうけれどもね。まあね、車検が終わってはまたね、6ヶ月点検とかね、ああいうのもしてもらうと、なかなかね、こう自分でね、まあ、オイル交換とかね、ああいうこともね、できないっていうか、まあ、やれー言われりゃね、やるのかーもしれないですけど、もうはなからできないと決め込んでますのでね、なかなかね、やらないですよね。でこれがね、電車のね、あのアストラムラインというね、まあよく言うアストラムラインというところの駅なんですけどもね、後で作った駅なんでね、なんか、ちんまりとね、人になって、まあ、いいんだか悪いんだかよくわからないんですけど。さっきのとこまではそのアストラムラインっていうのはね、あの地下を走ってるんですよ。広島にもね、地下がねあるんですよ。地下鉄がね、まああの営業エリア的にはね、めちゃくちゃあの短い距離ではあるんですけど、地下鉄があそこの白島駅のとこからこう地下に潜って、さっきのお城のとことか、そごうの辺ぐらいかな、そごうの辺、もうちょっと本通りっていうところが、まあ、広島のこう繁華街、メインの、商店街なんですけど、そこの本通りっていうところまで、は、電車ですね。そのアストロラインっていう新交通なんですけどね。それが、まあ、地下鉄で入っているっていう感じですね。あとはもう、この上を、高架をね、走っているんですけれどもね。まあ、なかなかね、広島はね、こう、三角数なんで、こう、地盤が脆いとか言ってね、こう、なかなかね、地下鉄が発達しないみたいなことは言われているんですけれどもね。まあ、地下鉄部分がね、もっとね、増えればね、もっといいのかもしれないんですけども、まあ、なかなかね、広島の場合はね、某電鉄の兼ね合いもあったりしてね、なんか路線がね、あまりこう、市民の方を向いてないっていうのかな。ですね。まあ、このね、アストラムラインもね、直接ね、こう、本当はあの、なんだろう、JR のね、広島駅なりなんなりにね、直結できればね、この郊外に住んでる人とかはね、便利なんじゃないかなとか、まあ、いろいろね、予算の兼ね合いとかね、もあるんでしょうけれどもね、いろんなことでね、楽だったんじゃないかな。
と思います。まあかなですからね、まあわからないんですよね。今日はね、あのこのアストンラインっていうのをね、あの帰りはね乗って帰りますあの元ブログなんですよ、アストンラインブログはどうしようかと思うんだけどまあ一応まああまり人がいなければ、まあこっそりそのアストンラインの中の様子だけちょろっと映すぐらいのことに、ね、なってしまいそうではあるんですけどね。まあこの辺の桜はねちらほらですね、さっきあのあったあのまああの学校そこの裏手の方にはこう桜並木というか、すごい綺麗なところがあって、見頃になったらねお花見みたいなのもしてるみたいですけどもね。まあねこの道はねよくねあの僕が通ってるところなんで、まああの皆さんもね見覚えのある道じゃないかと、思いますけどもね。この上をねアストラインに通ってますよーってアストラインを惜しいみたいなんでね何回も言うてはいましたけども。で今回ねあのそうそうあの、ね、宅急便っていうかあの第3便までね荷物が届いたんですけど、実はねあのサドルバッグのラッチカバーっていうかなをね、まあ一応買ったんですよ。でついついねあの年式をね見てなくて、あ見ないしやとか思って、あなんかこれいいかなとか思ってまあポチったわけなんですけど、あれはね年式がね違ったのでね、オイルのにはねつかないのねいや届いてねそれ見た時にね、いやこんなに幅ねえよなとか思って、最初にね思ったんですよね。でねさっきね確認したらねどう見ても違うあのうまくねちゃんと年式とか確かめない、あのパッと見ておやすもうこれいいんじゃないのっていうような、ね感じで思ったんで、ついついねペチペチっとしてしまいました。本当はね今日もどっか行きてーよなーとか思いながらね今進んではおりますけれども、はい、じゃあ左手にねバルコンが到着します。